Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Allora, questo è un video intervista perché sono andato a intervistare una coppia di due giapponesi, Konnichiwa. uomini, che sono insieme da 10 anni. Io sono molto amico con Satoshi, lui lo conosco da tempo, mi ha anche aiutato per il video di Avalon a trovare i vestiti. Non so se l'avete mai visto il mio music video Avalon. Questi sono tutti i vestiti che mi ha aiutato a trovare lui, che sono della Bunka Fukusogakuin, che è una scuola che tra l'altro ho frequentato pure io, una tra le migliori al mondo per quanto riguarda lo studio di moda, eccetera, eccetera. Ho passato un periodo bellissimo, magari un giorno farò un video su come è stata la mia esperienza a Bunka. In ogni caso, in questi video li ho intervistati perché dovete sapere che adesso in alcune parti del Giappone comunque sono concesse queste unioni. Volevo un po' condividere con voi la loro opinione su che cosa vuol dire essere comunque una coppia LGBT in Giappone, come sono visti, come si sono conosciuti. Spero che vi possa interessare questo video. Vi metterò tutti i sottotitoli. Sono stati veramente carini e spero che vi piacerà. Se questo video vi piace, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un mi piace. Andrò, penso, a casa loro a breve e volevo fare un video home tour. Se un video home tour della loro casa che hanno comprato vi potesse interessare, scrivetemelo nei commenti che vedrò di realizzarlo. Inoltre, mi hanno anche fatto questa maschera. Se volete vedere il video dove mi insegnano a fare questa maschera e volete imparare anche voi a fare questa maschera, che è fantastica, mi raccomando, iscrivetevi al canale e andatevi a vedere il video, ecco. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Oggi abbiamo qui Sakun desu. Tsuyoppi desu. Bokura wa 10 nen mae ni apuri de shiriatte tsukiai dashite Shibuya ku no partnership wo おととしやって、で、去年はそれのパーティー、お祝いパーティーとかもやって、で、今一緒に住んでます。パートナーシップっていうのは基本的に何ですか？パートナーシップっていうのは日本ではまだゲイカップルは結婚はできないので、その代わりのシステムですね。例えば病気になった時に ICU に家族として入れるとか、財産が 一緒になるとか、内容よりはいいけど、まだ結婚と同じではない。渋谷区とか、あとなんか条例で認めてるのと、そうじゃないものと、なんかそういう種類もあって、で、渋谷区は条例で認められててみたいな、いろいろとやり方が違うんだけど、でも結構認められてるところは増えてきてて、沖縄とか。 あと、いろんな県でも、県の中の町でも、こう、何々市はできる、宝塚市はできるとかっていうのとか増えてきてて、東京もね、渋谷区中野区、豊島区。そうだね、そう思うけど。なんか、日本の特徴というかわかんないけど、その国で一気にっていうよりか、民間で少しずつ少しずつ、 こう決めていくみたいな。それこそ、パートナーシップができるよりも先に、働いてる会社、その人が働いてる会社で、そういうカップルだったら結婚と同じようにお祝いをしましょうみたいな会社とかで先にそういうのが、なんかどん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 積極的にされるようになってきて、で、それでそういう動きにね、こう、だんだん、マックとしても広まってきたっていうようなイメージが強い。うん、そうだね、少しずつ。あんまりこう、 みんなが話し合って、早くどんどん法律ができるっていうイメージはない。少しずつ変わってきている感じかな。変わってきたと思う。なんか結構大きい企業が、もし言ってきてくれたら、ゲイカップルも結婚と同じようにお祝いしますとか、 なんかその会社の制度をこうそれに合わせて変えていくとかっていうのとか、あとやっぱテレビでさ、マツコデラックスさんとか、そういう、なんだろうね、見る機会が増えた、今までよりも増えたっていうのは大きいかな。そうだね。だんだん社会も変わってきたかな。
今のところ感じるメリットってすぐにはないよね。そうだね、うんうん、なんかやっぱりこう倒れましたで、あの救急 ICU に入って入れるとかっていう時に感じるのかなっていうのは、うん、かもしれないね、うん、養子はやっとゲイカップルの人も養子を取った人が今年かね、うん、出たぐらいですごい少ないとは思う。レアなケースだと思うけど少しずつ変わってきているみたい、うん、でも全然まだ海外みたいにポピュラーな、うんうん、システムではないかな、うん、早くねできるようになればいいなとは思うけど、うん、なんか詳しいことはわからないけど、うん、でも日本はまだ同性のカップルに対する法律がきちんと決まってないからケースバイケースになっちゃうから一人一人がその度に多分ね、あの 解釈が変わってくるから、なんかこうそのパートナーシップができる区とかそういう町にを選んで住んで申請してとかだともしかしたら早いのかもしれないしね、はっきりとは分からないけど、仕事の種類にもよるけど、うん、結構大丈夫な職種は、僕なんかは全然職場でも隠してないし、うんうんうん、割とこうオープンに、それこそ家族にも全然隠してないし、うん、周りの友達もみんな知ってる、知らない人の方が少ないかもしれない、うんうん、なんか聞かれればそのもう自然に答える。言ったのは最近そのパートナーシップをするときに会社に初めて言った。緊張はあるけど ね、 そうだね、言うときに言ってる人が少ないかもしれない、そういうイメージ、うん、聞かれたら、うん、ね、日本のこう文化で聞かないっていうのもあるしね、あんまり。そうだね、うんうんうん、一緒に住んでていいことは、僕らこう背丈がほとんど一緒だから、なんていうの、身長とか一緒、ほとんどね。あ、本当、あ、多分カメラですごいチビに見えた。服シェアできるし、そうだね、あと、なんだろうね、下着とかも一緒。あ、一緒に買うから、もう一緒に住み出してからは、ね、お互いに買うっていうよりかは二人で買う。うちはもう付き合ってる、一緒に住み始めてすぐの時に家族に紹介してるから、だから、うん、ね、9年前とか10年前にはね、うん、親も僕は紹介して知ってる。そうだね、うん、うちはすごい固い家族だから言うのはすごい遅かった。多分パートナーシップする時だから2年前に初めて会わせて紹介した、うん、最初はすごい緊張してたけど、親が僕と話す時、会うまで、うん、でも会ったらすごいすごい話してたね、うん、安心したみたい。これからどうだろうね。でも結婚がね、日本でも認められていけばまた知ってもいいかもね。生きてるうちに。それは面白いかもね。もっと日本でも早くね、結婚とかができるようになって、なんかみんなが平等にね、そのなんか感じること、嫌な気持ちにならずに一緒に過ごせたらいいね。そうだね、ジェンダー関係なく、うん、平等に行けるようになったらいいね。Loro hanno un canale dove fanno vedere un po' la loro vita eccetera eccetera, quindi se volete andarli a cercare vi lascio il loro canale in descrizione nel primo commento. Sono tutti e due su Instagram, vi lascio il loro Instagram qui. Arigato gozaimasu. Arigato. Thank you. Grazie, bye bye.一人で佇む戻る場所なく